今、旧統一教会の方からメッセージが届きました安倍元首相の銃撃事件以降、その症状がひどくなってしまっていて、多くの嘘を言ってしまうようになっています、そのため、この会見をすぐに中止するようにというメッセージが届きましたお金を返しもしないで、自分たちが正しいという自分たちの主張だけを続けている人たちと。 自分とどちらが悪なのか、これを見てくださっている多くの方は分かってくれていると私は信じています。私が正しいと思ってくださるなら、どうかこの団体を解散させてください。